冒険、はい、冒険家の皆さん、こんにちは。ちょっとスタートが1秒遅れたので、ちょっと焦ってしまいましたけど、今日はですね、この Google 認定教師っていう、そういう、レベル1っていうね、そういう資格があるので、これを校庭日本、公認、日本語教師にしてしまってはどうかっていうね、そういうことについてお話をしてみたいと思います。もうすでにですね、いろいろなところで報道されているんで、ご存知の方も多いと思うんですけどね、日本語教師の資格、その公認日本語教師の資格をですね、更新制ではなくて、一度取ったらもう、一生有効なものにしてしまおうっていうね、そういう方向にちょっと今動いているようです。で、しかもですね、これ実習が義務付けられているんですね。で、その、実習もオンラインとかではなくて、結構その、伝統的な、いわゆる教壇に立つっていうね、そういうパターンの、実習になるという方向になっているので、その時代遅れな学校で実習することまでね、そういうことになってしまうと、もうかえってネガティブなインパクトの方が多くなってしまうんじゃないかっていう、そういうことを懸念しています。で、まずその1点目の、更新制のことなんですけど、例えばですね、僕はその日本語教育能力検定試験っていうのを持ってますけど、これ、確か第2回の時でした。ですので、1989年かな、そのぐらいだったと思いますね。で、その時はまだ当然その行動中心アプローチなんて存在していなかった時代ですから、今のですね、その年に合格して、それから全然その知識をアップデートしてないっていう、そういう人は、まあ多分今はもうかなり時代遅れな実践をしているということが想像できると思うんですね。そしてですね、そういう人のいる現場に、その、実習生がやってきてですね、その今度の新しい、公認、日本語教師の、その、それで義務付けられている、実習を受けに実習生がやってきて、それでですね、その指導を受けてしまったとしたら、結局今と同じような、もう30年以上前のですね、オーディオリンガルの時代の、その本当に化石化してしまったような、そういう実践がそのまま継続されてしまうんではないかと思います。ですので、こうした問題を解決するにはですね、その試験を受けた時の最新の知識を評価するのではなくて、今後も自分の知識をアップデートできるね、そういうリテラシーを持っているかどうか、特にそういうデジタルリテラシーを持っているかどうかですよね。それを評価した方がふさわしいんじゃないかというふうに思っています。そしてですね、この教育界におけるこの、まあ基礎的なデジタルリテラシーをごく簡単に評価することのできる指標の一つがこの、Google 認定教師っていうものなんですよね。で、その、僕がですね、どうしてこの試験のことを知っているかっていうと、僕自身がですね、先週の金曜日にこれ実際に受験してみたからなんですね。このハワイのエリナ先生からですね、このツイッターでですね、この試験10ドルで受けられるんだっていうふうに聞きまして、まあ、それならダメ元でいいかなと思いまして、すぐに検索して受験してみました。で、試験はですね、大きく2つのパートに分かれていまして、前半はですね、こういう時どうしますかとか、こういう問題がある時にはどういうツールがいいですかみたいなことが、質問で、質問されますね。これは4択とか、あるいはその、たくさんのリストの中から3つとか4つとか正しいものを選ぶとかですね、そういうパターンのものがありましたね。で、後半は、その、もうひたすら事務作業なんですよね。で、ここはシナリオというふうに呼ばれているんですけど、教育現場のいろんなシチュエーションで、リアルな、事務作業を行います。僕もですね、もう全部は覚えてないんですけど、僕が覚えている範囲では、例えばこういうのがありました。特定のそのメールアドレスですね、先生とか学習者とか、そういう人に、資料を添付してメールを送るとかですね。それから、Google ドキュメントに入力するとか、まあ、この入力するっていうのはもう、内容を決められてるんで、それをコピペするだけでいいんですけどね。で、入力した Google ドキュメントを、その生徒とか同僚の教師とか、あるいは上司の校長先生とか、そういう人に共有するというのもありましたね。で、その Google ドキュメントに、その本文とは別にコメントっていうのがありますから、そのコメントをつけるとか、それから表計算もあります。Google スプレッドシートですね。で、僕はですね、まあ、グラフとか、そういう基本的なのに比べ、中に、アベレージっていう、そういう関数はあったと思いました、確かね。その平均を出す関数ですね。
それでまあ簡単な成績管理をするっていうのはありましたね。それから YouTube もちょっと出ていて、YouTube にその再生リストを作って、それを学習者と共有するっていうのもありました。それでですね、今皆さん聞いて、例えばアベレージ関数とかわかんないっていう人もいると思うんですけど、もうそういうのも全然心配ないです。なんでかっていうと、この試験はいわゆるオープンブック形式なんですよね。ですから、その教科書を見たりしてもいいし、ウェブを検索したりしてもいいんです。そういう意味でも、非常に現実的な能力を測定していると言えますね。要するに暗記とかしなくていいわけですよ。仕事中はもうアンチョコ見たっていいし、検索したっていいわけですからね。で、ちなみにですね、このシナリオのタスクも非常にもう現実的で、もう個人的にはですね、試験を受けているっていうよりも、いきなりその新しい職場に配属されてですね、それで、新しい同僚とか上司とか、新しい学習者と仕事をし始めたような、そういう感覚でしたね。もうあまりにも日常的な作業の延長だったわけです。で、試験の結果っていうのはすぐに出て、僕の場合はですね、夕方に受験して、次の日の朝にはもうメールが届いていました。で、これはですね、まあ、僕の場合はちょっと、すぐにブラウザ閉じてしまったんで、結果見れなかったんですけど、すぐにはですね。でも、その受験した後にブラウザを閉じないで、置いておくと、そこでですね、もう結果が表示されるらしいですね。これはツイッターのライケンさんが実際に体験されて、そういうふうに、証言されていました。で、それでですね、受験してもすぐに感じたことはですね、これはですね、合格できるわけないっていうふうに思っている、アナログな感じな人ほど受験してほしいっていうことですね。なんでかっていうと、その効率的に仕事をしている人の働き方がこれでよくわかるからなんです。で、こうした体験にはですね、もう、間違いなくその受験料の10ドル以上の価値があると思います。なんでかっていうと、その効率的に仕事ができるようになると、もっとその時給が高い仕事に就いたりもできますし、あるいはもっと多くの仕事ができたりするわけですよね。ですからもう10ドルぐらいは本当に簡単に、取り戻せると思います。はい。で、これをですね、どういうふうに社会実装するかっていうと、これはですね、もうとっても簡単だと思うんですよ。なんでかっていうと、この Google 認定試験の試験だけはもうすでに動いているわけですよね。ですから、求人する側がですね、今日からその採用条件に Google 認定教師のレベル1以上っていうふうに、書くだけでいいわけですよね。もう採用条件に1行足すだけですから、コストはもう全くかかりません。まあそれだけではなくてですね、この組織にとっても、こうしたデジタルリテラシーを持っている人の方がですね、コピー代とかそういう無駄なコストがかからなくなるので、むしろその組織としてのコストは下げることができるんじゃないかと思います。制度の変更としてもですね、もう日本語学校の、設置認可基準の中にですね、Google は、すみません、教師は全員その Google の認定教師のレベル1以上であることというふうに1行入れるだけでいいんです。もう無駄なコストをかけてですね、新しい試験とかを開発する必要はないんですよね。だってもうその日本語教育能力検定試験ってあるわけですから、それとこの Google、認定教師のレベル1以上というふうに書いておけばもう全く問題ないと思います。はい、とっても簡単ですよね。それでですね、社会的なコストも1人当たりの受験料が10ドルかかるっていう、それだけに過ぎないわけです。で、まあ、この10ドルっていうのも、まあ、一発で合格するような人にとってはね、めんどくさいなっていう、無駄な10ドルになってしまうかもしれませんけど、さっきも言ったようにですね、合格できない人が合格するために勉強すれば、もう、本当にですね、ファックスとかプリントとかコピーとかですね、そういう無駄なコストがもう全部必要なくなるんで、社会的にもすごく、大きなプラスになるんじゃないかなと思います。もうそれは間違いないというふうに本当に思っていますね。はい、それでは私の話は今日はここまでです。そして冒険は続きます。